茨城星三つグルメ、はいはいはい、さあということで星三つグルメでございます、はい、今回ですね茨城県鹿嶋市平井にありますラーメン昇龍さんに来ております。はい、こちらが特製手打ち中華でございます。いやおにぎりも星3つ目です。おー、おー、まだ気になるメニューがあってかご紹介したいというか星3つじゃないかなって思うメニューがあるんですよ。もう一品あどうなんですか。つけ麺。あ、じゃあ僕食べます。あ次回は、僕が特製つけ麺をいただきたいと思います。おー、茨城面白い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 研究所。特製つけ麺したいと思います。ぜひ大人気メニューで。いただきます。さあというわけでございまして、届きました特製つけ麺でございます。こちら、おい、はい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 、どうですか。すごいね、ボリュームすごいね。やっぱ特製なんでこうトッピングがね、たくさんあるという感じで、うん、まあ、卵、チャーシュー、ナルト、ほうれん草、メンマ、海苔、うん、チャーシューもたくさん多いね、はい、うん、でまあ2種類ありますね、はい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 、そして麺なんですけど麺細麺ですね、うん、つけ麺、細麺のつけ麺でございます。持ち上げてみますか。食べちゃってくれよ。食べちゃう。食べちゃってくれよ。これはライブな、ネギ、ちょっとじゃあいただきますね。いただきます。まずはこちら、はい、どうも馬中隆俊です。出ましたね。いやマジでうまい。うまっ。あのここ結構来てますけど、つけば初？初です。なるほど。結構ね、早めに売り切れちゃうんですよね。そう。多分ね、1時ぐらいで上がっちゃうんじゃないかな。人気メニューね。ね、本当に人気メニューなので。麺も多いね。麺あのかなりあのボリュームありますね。おいしい。あ、二口目は出るか。どうも、馬中隆俊です。残念もう複雑すぎて、はい、なんて言っていいか分かんないっていうぐらい、はい、多分いろんな出汁とかいろんな旨味があるわけね。醤油とか、うん、まあ、このネギ、これ辛いの。辛くはないです。全然辛くない。ラー油でもネギ油、あーごま油かな、うん、香ばしくて、はいはいはい、絶対にいろんなものが混じってるって思うんだけど、その全てがこういい感じで混ざり合ってるからこそすごいいっぱいあるなと思いながらも、結果出てきた言葉はシンプルに馬中隆俊。そんな感じの本当に美味しい麺が長い。グーグーグー。ちょっと待って、ちょっと待って。うまっ。入れていきます。ほうれん草全部入れちゃいます。麺、卵、ナルト、チャーシュー、脂身が少なくて、うん、さっぱりめの
チャーシューもいただいたんですけど、さっぱりなんだけど美味しさが詰まってます。マジうまい。これ、ま、ずっと食べてられそうな。はいはいはい、ありがとうございます。あんま、めちゃめちゃ程よい半熟揚げで、これね、黄身が柔らかいんですよ。で、味がすごいそもそも染み込んでて、それがまたこのスープの味と合わさるとさらに美味しくなるといった感じ。ああ、これいいね。この味玉だけでも一級品でした、ね、なるほど。で、こっちのあ、もう一個のねチャーシューいただきます。脂身があるチャーシュー、柔らかくて、はいはい、い、甘みがやっぱありますね。脂身のね、身の、うん、しつこくない。これもまた深い。いいね。こっちもこっちでずっと食べ続けられそうなチャーシュー。ほうほうほう。あ、みうま。あれ。鬼が出た。あれ、おいしい。鬼うまが出た。わあ、チャーシューと麺を。ごちそうさまでした。あ、綺麗にいただきましたね、はい。まあ、ということで山さん、はい、今回はちょっとつけ麺どうでした？いや、めちゃめちゃ美味しかったです。はい、うん、これが売り切れる理由が分かるという。これは売り切れるわ。まあ、そして皆さんが気になってるのは、はい、この特製つけ麺、まあ、僕、はいはいはい、星いくつなんでしょうか。判定をいいですか。お願いします。星3つです。ありがとうございます。やっぱり噂通り。いや、いらっしゃいました。こちらに店主がいらっしゃいましたよ。ありがとうございます。すいません、もう2回にわたってね、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、もうね、何度も言われて、ほんとつけ麺なくなっちゃいますよ ね。そうなんですね。何時ぐらいですか、大体なくなっちゃうの。早い時は12時ぐらい。もう12時。はい、早めに来てもなくなっちゃうかもしれない。タレがなくなったらもう終わりって形なんで。なるほど。スープはラーメンと一緒なんですよ。はい、ラーメンと同じスープを使ってるんで、だからそのままでやると本当ラーメンみたいな形になってしまうんで、はいはい、あと酸味と辛味を加えてちょっと食べやすくしてるっていうか、ネギ油とか。そうですね、酸味と辛味とちょっと油、あの、チーを加えて。チーを、はい、シェフさん、ありがとうございます。はい、先端させていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、というわけでございましてね、ラーメン昇龍さん、前2回連続にわたって、はい、特製ラーメンと、特製つけ麺、はい、ご紹介させていただきました。はい、本当にどっちもね、星3つだったので、うん、ぜひ皆さん、見てみてください。ぜひです。さよなら。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散お願いします。お願いします。お願いします。いやー、うん、おかわりしたくなる美味しさですね。あ、はいはいはい、これ持って帰って、はい、家でなんかつけ麺しようかなって。持ち帰りはないと思うよ。ダメだよね、スケジュールの持ち帰りは聞いたことないよ。なんかそのぐらい本当に、これはちょっと本当にいただきます。はい、皆さんもぜひ割りましょう。少し割りましょうか。あ、いいですか。はい、あ、ありがとうございます。じゃあちょっとすみません、割っていただいて。はい、はい、はい、割ります。皆さん、割ってる間にチャンネル登録お願いいたします。皆さん、お願いします。